第91編意図高き方のもとにある隠れ場に住む人。全能者の影に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と。主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその羽をもってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。あなたはただその目をもって見、悪しき者の報いを見るだけである。あなたは主を酒どころとし、意図高き方を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え、石に足を打ちつけることのないようにする。あなたは獅子とマムシとを踏み、若い獅子と蛇とを足の下に踏みにじるであろう。彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。私は長寿をもって彼を満ち足らせ、我が救いを彼に示すであろう。